はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ノートの作り方を紹介していきたいと思います。使うアプリはいつもお絵かきアプリとして使ってるプロクリエイトと、あとノートアプリで結構有名なノータビリティっていうアプリがあるんですけど、この2つを使って、こういうね、筋肉の解剖図みたいなのを書いていきたいと思います。で、プロクリエイトもノータビリティも、アプリの値段だいたい1000円ぐらいですね。プロクリエイトが1200円で、ノータビリティ1000円ぐらいだったと思います。なので、興味ある人はぜひ買ってみてください。で、今回なんですけど、動画を2回に分けます。で、今日説明するのは、この筋肉の絵のうまい描き方、超簡単に描けるんですけど、これの、簡単な描き方を紹介していきます。はい、じゃあ始めていきます。まず右上のプラスボタンからスクリーンサイズでキャンバスを開きます。で、今回ですね、最終形が縦型のノートに、ここで描いた絵を持っていってブラッシュアップしていくので、プロクリエイトの方のキャンバスも縦向きにしてください。で、写真アプリ右側に立ち上げてもらって、今回はね、こういう絵を描いていきたいので、これちょっとスクリーンショットで撮ってきたやつなんですけど、これをドラッグ&ドロップでプロクリエイトの中に読み込んであげます。で、サイズ調節です。結構大きめに、サイズを変形させていきます。で、この状態で不透明度を下げます。トレースしていくので、不透明度 10% ぐらいにして、少し見えるぐらいにしてください。で、この上に、画像の上に1個新しいレイヤーを追加してあげて、この上にアウトラインをなぞっていきます。で、今回使うブラシなんですけど、アミティインクブラシっていう、ブラシセット、5本のブラシセットがあるんですけど、これを使っていきます。で、このブラシセット、500円で売ってるので、概要欄の方かコメント欄の方にリンク載っけておくので、よかったらそっちからね、飛んでいってください。で、これもうすでに買ってくれた人は、今日はこのブラシセットの中に入っているブラシだけを使って描いていくので、ぜひ一緒にね、やってみてください。で、まずはじめですね、このアミティインクブラシの中のラインペンダークっていうブラシがあるので、これを使ってこの、人のアウトラインを取っていきます。で、このラインペンダークなんですけど、こうやってね、アウトラインを描くときにすごい重宝するあのブラシです。で、すごい滑らかに描けるし、なおかつちょっとインクっぽいね、質感が出てくるので、ぜひね、こういったアウトラインをきれいになぞりたい人は、ぜひこのラインペンダークを使ってください。で、こうやってね、筆圧の感度とかも結構高めに設定しているので、ゆるく描いてあげるとかなり細いラインが描けるし、ギュッて描いてあげると太いラインが出てきます。なので、今回はこういう筋肉の、ね、太いところを描くときは、結構力を強めて描いてあげて、繊維の細いところとかね、筋肉の細いところに関しては、力を緩めてあげて描いてあげると結構いい感じに描けます。で、今回はこの上半身だけの筋肉の絵を描いていきます。まあ、上半身っていうか、肩とこの腕のところの筋肉の絵を描いていきます。で、ちなみに私がね、好きな筋肉はこの三角筋っていうところ。三角筋って肩のね、筋肉なんですけど、これが、形とかがすごい好きっていう、ただそれだけです。はい。でもそう、最近ね、ジムとか行ってるんですけど、頑張って三角筋を鍛えてます。のにハマってます。でも全然成長しない。もう、超しょぼしょぼです。女の子とかね、これから夏じゃないですか。で、タンクトップとか着た時に、この三角筋のところがね、キュッて出てると超かっこよく見えるから、女の子もね、ぜひ肩の筋肉を鍛えてください。はい。イギリスに行ってた時とかにね、めっちゃ肩が綺麗な人が、タンクトップ着てて、うわ、めっちゃセクシーと思って見てましたね。肩の筋肉を目指して、頑張って筋トレします。はい、そんな感じです。はい。で、言ってたら、かけてきましたね。で、こっから、色を塗っていきます。で、色を塗るときはレイヤーを、1個間に挟むんですね。ここのアウトラインの1個下に、1個レイヤーを作って、ここに色を塗っていきます。
で、色なんですけど、この一番最初に貼り付けた画像レイヤーから色を参照していくので、一回これ、複製して、その複製したやつをですね、ちょっとサイズ小さくしてあげて、左上の方に、貼り付けてあげます。で、これでスポイトをですね使って色を取っていくので、いらないところはもう消してあげます。で、色を塗るレイヤーですね、ここを選択した状態で、ブラシを変えていきます。で、次に使うブラシがこのウォーターエフェクトっていうブラシ、アミティインクブラシの中に入っているウォーターエフェクト、これを使っていきます。で、この状態で、色を取ってあげて、ガシガシと塗っていきます。で、ウォーターエフェクトはですね、こうやって重ねて重ねて塗っていくと色がどんどん重なって、すごい厚塗りみたいになっていくんですけど、簡単にサッて塗ってあげるとすごいなんか水彩っぽい感じで塗ったような表現になります。で、この状態で、シャドウの部分塗っていくんですけど、カラーをですね少し暗めの赤に変えてあげて、ちょっと影になってるところとか暗い赤いところ、あの画像のところを見てもらうと分かると思うんですけど、まあ、そこをですねちょっと塗っていってあげます。もうざっくりで大丈夫です。後からね、あの馴染ませていくので、色を馴染ませていくので、最初の段階で色を塗るときは超ざっくり描いていってください。で、ここまで塗れたらブラシを変えていきます。で、次のブラシが、オイルブレンドっていうブラシです。これを使ってですね、この色と色の境界線のところをこうなぞっていってですね、色をぼかしていきます。あの、ぼかすっていうよりかはですね、どちらかというとなんか油のブラシでこう上からこうジュワーってなぞっていって、この色をなんか拡散させるような感じかな。あの、とりあえずちょっとオイリーな表現になります。で、それがオイルブレンドっていうブラシです。で、シャドウのところ塗れたので、次ハイライトですね、白いところを塗っていきます。で、色白にとって、さっきのウォーターエフェクトですね、こっちにブラシを切り替えてあげて、この白い部分を塗っていってあげます。白い部分というかハイライトかなの部分を塗っていってあげます。で、これ塗るときにちょっとこの、 筋肉の繊維の流れの方向みたいなのを意識しながら塗っていってあげると、結構いい感じに、それっぽい本物っぽい感じに描けます。で、もう一個コツとしては、このウォーターエフェクトのブラシですね、重ね塗り重ね塗りしてあげると結構味が出てくるので、一発でギュッて描くんじゃなくて、ちょっとずつ塗ってあげた方が、なんていうかな、たくさん筆が入ったような感じに見えて、すごい時間かけて描いたように見えます。なので、たくさんたくさん線を走らせてください。で、ハイライト塗れたら同様にオイルブレンドでちょっとね、色をなじませてあげて、で、最後この筋肉の繊維みたいなのを描いていきます。で、この色を塗ったレイヤーのもう一個上にレイヤーを追加して、で、ここでちょっと黄色っぽいオレンジっぽい色を取ります。で、アミティインクブラシの中の、HB 下書きっていうブラシがあるので、これを取って、ブラシのサイズをすごく小さくしてあげて、この状態で、上からこうやってどん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 筋肉の繊維をなぞっていってあげます。で、こんな感じで全体的に繊維が描けたら、この繊維を描いたレイヤー、これのブレンドモードを変えていきます。N っていうところを押してもらって、この中から、今回はハードライトっていうやつにやっていきます。で、こんな感じで完成になります。どうでしょうかね。結構いい感じですね。割とラフに描いたつもりだったんですけど、割とうまく描けました。で、最後ちょっと背景黒にしてあげると、はみ出た部分とかっていうのも色が出てくるので、ここは消しゴムで消してあげます。
ここ消しゴムで消してあげないとノータビリティにコピペした時に変なゴミみたいなのが映っちゃうので、いらない部分はしっかりと消しゴムで消してください。でここまでできたら最後必要なレイヤーだけをグループ化していきます。アウトラインとこの繊維とベースのカラー、この3つをグループ化してあげて、それ以外のレイヤーですね、画像と背景のレイヤー、これは非表示にしてください。でこの状態で書き出していきます。ギアマークのところから共有ボタンで、その中にピングっていうのがあります。でこのピングを選択した状態で、画像保存とかファイルに保存とかってあるんですけど、今回はこの中からコピーを選びます。でコピーを選択した状態で、ノータビリティを右側に立ち上げます。ノータビリティ持ってない人は他のノートアプリでも全然大丈夫です。で新しいノートを作成してあげて、画面のどっかを長押ししてあげるとイメージをペーストっていう項目出てくるので、イメージをペーストを押します。そしたらさっきコピーしたやつが貼り付けられるんですね。でこの貼り付けられた画像っていうのはさっき書き出したピングの背景透明のもので書き出しているので、背景は透明で、この筋肉の絵のところだけが描画されたような状態で貼り付けられてます。でこっからはですね、プロクリエイトはちょっとさよならしてノータビリティの方に移っていきます。で、細かいね、注釈とか名前とかね、どんどん書いてノートを作っていきたいと思うんですけど、こっからは次の動画で解説していきます。で次はこのノータビリティのアプリの使い方と、あとは使い心地とかと、あとはこのね、筋肉のお勉強をね、ちょっとしていきたいと思います。はい、なので次もね、ぜひ楽しみにしておいてください。で、この動画が役に立ったらぜひいいねボタンをお願いします。で、まだチャンネル登録してない人はですね、こうやって iPad でうまい絵の描き方とかいろいろ紹介しているので、ぜひチャンネル登録してもらえると嬉しいです。はい、ということでね、今日は以上にしたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。